その前に、今回はですね、ユニオンビンディングのレギュラーシリーズ、レギュラーディスクシリーズと、あとミニディスクシリーズっていうのの違いをちょっと説明していこうかなと思います。で、ここにもあるのはアトラスとストラータ、コンタクトプロ、この3つについてちょっと説明していこうかなと思います。早速なんですけど、これが、こっちがレギュラーディスク、こっちがミニディスク、大きさ全然違うの分かります？全然違いますよね。このレギュラーディスクに対応しているものはアトラスだったりフォースだったり、あとジャパンリミテッドのアトラスエボとか、あと STR とかに採用されています。だから大体王道だとアトラス、フォース、STR っていう3つあると思うんですけど、それはレギュラーディスク、この大きいディスクですね。他のメーカーさんもこの大体レギュラーディスクの大きさでモデルを出してます。で、このミニディスクっていうのがちょっと特殊で、ミニディスクはファルコア、ストラータ、コンタクトプロ、この3つはこのちっちゃいミニディスクが入ってます。で、基本的に 2x4 にホール、板のホールが2センチ刻みでインサートホールが空いてるものにはこのミニディスク対応してるんですけど、たまにね、4センチ刻みの 4x4 で付いてるものに関してはこのミニディスク使用できないので、それだけ注意してください。じゃあこのミニディスクとこのレギュラーディスク、どういう差があるのかって言いますと、レギュラーディスクは結構素早いレスポンスと安定感ができる、安定感のある滑りができるようなビンディング、まあフォースだったらかなり安定感があって、どんな、まあ、グラトリだったりカービング、パークだったり幅広いジャンルで使えるビンディングがフォース。もうユニオンビンディング初めて使うよとか、あとなんだろうな、どれにしようか迷うなと思ったら、迷ったらフォースを選びましょう。レディースモデルだと同じような感じでトリロジーっていうモデルが出てるので、トリロジー、女性の方はね、トリロジーとかもいいと思います。それよりももっとフレックスが固めでカービング、高速域のパークライディングをする方はこのアトラスがかなりおすすめになります。アトラスに関してはこのレギュラーディスクの他に、普通のビンディングだと、ワッシャーが入ってるんですけど、アトラスに関してはこのワッシャープレート、このプレートをこのディスクに入れることによってベースプレートがより硬くなります。硬くなるので、安定性がもっと出たりとか、フレックスが硬くなるので高速域で滑る方にはすごいおすすめなビンディングになります。自分もアトラス使ってます。アトラスのいいところはこのアンクルストラップのフレックスも硬めで、ハイバックもかなり硬くなってます。ただベースプレートが3度の内カウントが入っているので板をたわみやすくなってます。で、なおかつこのレギュラーディスクの反応の速さとこのベースプレート、ディスクプレートがあることによって安定した滑りができます。カービングユーザーの方はこれよりももっと硬いアトラスエボっていうジャパンリミテッドを使っている人も中にはいると思うんですけど、それはこのアトラスよりもフレックスがもっと硬くなるようなモデルになります。で、その下にフォースがあって、その下に STR。 STR は結構エントリーモデルの、レギュラーディスクシリーズになります。で、STR、フォース、アトラス、アトラスエボ、まあその上にね、アトラス FC っていうモデルがあるんですけど、多分見たことある人あんまりいないと思うんですけど、それはかなり高いモデルになります。はい、というわけで次はミニディスクシリーズに移っていこうと思います。ミニディスクシリーズはさっきも説明したんですけど、ディスクサイズがこの大きさになります。さっきと比べてかなり大きさ違いますよね。このミニディスクシリーズの一番硬いモデルであるのがファルコア、トラビス・ライスのシグネチャーモデルとかも出てるのがファルコアっていうモデルがあり
パルコはちょっとエクストリームにまだ在庫がなかったので今回説明できないんですけど、また何かの機会にぜひ紹介していきたいなと思います。今回はストラータとコンタクトプロを説明していこうと思います。ちょっとストラータを飛ばしまして、コンタクトプロに移ります。コンタクトプロもこのミニディスクシリーズなので、ディスクサイズがちっちゃいです。ミニディスクシリーズの特徴は操作性が高くなります。視点がちっちゃくなる分、可動域がすごい上がってくるので、なんていうんですかね、結構自由に動く、フリーなルーズな動きができるのがミニディスクシリーズなので、コンタクトプロはハイバックもベースプレートも結構フレックスがソフトなので、裏取りだったりジグみたいに、柔らかく動きたい、ルーズに動きたい、柔らかいミンティングが欲しいっていう人におすすめなのがこのコンタクトプロになります。コンタクトプロもカラーリングこの他にもいろいろ出てるので、よかったらチェックしてみてください。で、その上にあるのがストラータ。ストラータは操作性プラス、あと反応の良さを求めたミンティングになります。なんでどう反応が違うかっていうと、コンタクトプロは結構スポンジ、ツルツルしたスポンジなんですけど、ストラータは結構グリップの高い、ちょっとこうここで押してみると分かるんですけど、力を加えてぐーっと滑っていくんですね、こういう風に。ただストラータグッと押すと全然滑んない。こっちはグッと押すとキューッと滑っていくの、全然滑んないぐらいグリップがいい。板についた時、つま先かかとに踏んだ時にこのグリップがいいので、レスポンスがめちゃめちゃ速いのがストラータ。ミニディスクですっごい柔らかく動くんですけど、反応はめちゃくちゃ速いです。自分も、2シーズン前にストラータ使ってました。ストラータはもうカービングでも使えるし、グラトリでも使える、もちろん パウダー、パーク、かなりオールラウンドモデルかなと思います。で、去年のシーズンエクストリームの試乗会の方でストラータ、使ったユーザーの皆様に聞いたんですけど、結構グラトリでも使えるっていう感じでした。なので今年エクストリームのお客さん、結構グラトリやってる方はストラータ率が高いです。なので、ストラータはコンタクトプロとはちょっとフレックスももちろん違うんですけど、これこっちはサンドに内チカンブが入っているので、板もね、こっちみたいにたわみやすくなっているので、かなりグレードアップしたミニになります。てか、ね、そもそもこの色パープルっていうカラーリングなんですけど、この色めちゃめちゃかっこいい。カタログだとは紫かと思っちゃうんですけど、これねちょっとかっこいいんですよ。これかっこよくないですか。俺ちょっとこれ使いたいですね、ぜひ。この色めちゃめちゃかっこいいです、個人的には。で、アンクルストラップもコンタクトプロと比べてこっちは結構柔らかいんですけど、こっちはがっちりしてて、結構ホールド感の高いミンディングになります。で、この上にファルコア、今ちょっとないんですけど、ファルコアはこれよりも耐久性を上げました。もちろん反応もいいし、操作性も高いし、耐久性もある。ハイバックのところの Y 字になってるんですけど、そこがカーボンになってるので、フレックスも硬くなります。なのでフレックス、ソフト、ミディアム、ファルコアがハードに当たるような感じになります。で、スタイル的にはグラトリジグ、本当に柔らかいミンディングが欲しいよっていう人はコンタクトプロ、グラトリ、ラントリ、カービング、パウダー、パーク、オールラウンドに楽しみたいよっていう人にはストラータで、そのよりも上、もっとカービング、もっとハイスピード域で滑りたいよとかっていう人だったらファルコア。ファルコアはラチェットが、モデルチェンジされてるのでかなり調子いいです。はい、というわけでですね、今回はユニオンビンディング、ちょっと駆け足で早口で喋ってしまったんですけど、こんな感じでミニディスクシリーズ、レギュラーディスク、好きな好みを選んで2122シーズン楽しんでみてはいかがでしょうか。今回説明したアトラスだったり、ストラータ、コンタクトプロだったりの、購入リンクをですね、概要欄の方に貼っていますので、遠方の方はぜひそちらから購入してみてください。じゃあそんな感じで今日のエクストリーム YouTube チャンネルを終わりにしようと思います。よかったら高評価と、あとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で。